はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回はスプリームルーラー2020続きをプレイしていきましょう。前回ですね、財政立て直しということで、まあぶっちゃけやり直しをしてですね、なんとか財政は赤字に転落しない状態でキープしているというところです。で、日本をめぐる情勢の方はというと、やり直し前とやり直し後ほとんど変わっていないので、まあ前回飛ばした方もお金がちゃんとあるねっていうところ以外はほとんど変わらない状態で見ていただけるかなというふうに思います。まず日本はですね、現在戦争中ではないので、ひたすらに内政重視のプレーをしていこうかなというふうに思っているんですが、一方で韓国がですね、中国、ロシアと相変わらず戦っているという状況なので、まあ、ここにはね、介入しないという方針でいきましょう。まあ、とにかくね、お金を貯めていかないと、中国の国力が半端じゃないですからね、中国が。まあ、中国の恐ろしさといったら、もうその国力に全て集約されるんじゃないかなっていうね。まあ、GDP こそ今ちょうど画面出しましたけど多くないんですが、国庫ですよ、国庫が桁が違いますからね、一つ。まあ、これはね、このままでは勝ち目がないので、まずは日本としてはなんといっても財政をね、強固なものに変えていきましょう。で、石油の輸入はもうせざるを得ないので、その他の輸入を抑えて輸出を増やしていく。で、今だと消費物資が、輸出の柱であることに変わりはないので、ここにね、産業物資を追加していきたいと思っています。で、あとは鉱石、石炭、あとは水、このあたりもね、できるだけ減らしていきたいので、立てていきたいんですが、今立て中のものがいくつかあるんで、これが立て終わらないとちょっと話にならないのかなというところなんですよね。もう立てられないんですよね、この石油に関しては。まあ、バイオ燃料だったらいくらでもいけるね、ガスは無理だねとかってなっちゃってるんで、もうなんとも言えない厳しい状態にはなってます。で、石炭はまだ建てられるので、石炭をちょっとだけ建てておきましょう。といってもね、建て終わるのはまだだいぶ先にはなってしまうので、建て終わった頃にどうなってるかというとまた話は別なんですけどね。ウランもどうしようもないからね。で、電力なんですけど、ここはバランスよくね、やっぱり建てておきたいんですが、ここもいかんせん電力を使えば使うほど石油も使っちゃうっていうパターンになるので、できるだけ石油を使わないもの、石炭とかね、まあ原子力とかに頼っていきたいなというところではあるんですけどね。で、消費物資の方はまだまだ増産してもらいたいので、建て増しを少しずつしておきます。軍需物資もね、できれば備蓄して売って売ってっていう感じにはしたいので、こんなところでいいかな、一旦は。あんまりまた無計画に立てると前回のプレイのように財政が破綻してしまうので、そうならないようにだけは気をつけましょう。まあ、なんといってもね、そのアメリカとの強固なパイプを作っておきたいんですが、もう今あるこの正式同盟以上のものはないんでね。まあ、ただ一つ言えるのは、この相互防衛条約、これが入っていることによって、まあ、万が一どっかが、我々日本に侵略戦争を仕掛けてきたときにはアメリカ軍の支援が期待できるっていうのはあります。で、今平壌を中心に日本軍が北朝鮮の、まあ、旧北朝鮮の
領土の一部を獲得してますからね。いや韓国本当に強いよな。韓国の GDP って、まあ、日本の半分、国庫に関してはそれこそねここも桁が違うっていう状態なんですけど、それでも戦い続けている韓国強いよな。これでも韓国がもしね中国とかロシアに押されに押されて国が消滅するようなことになるとちょっと厄介ですよね。朝鮮半島に中国がいるっていうのが。あんまり気分的にも気持ち的にも嬉しいものじゃないんでね。さて産業物資も消費物資と同じぐらいの稼ぎ頭に発展してほしいっていうのと、電力の貿易がちょっと増えてきちゃってるんで、電力を作る動きはさっき入れてあるのでもう一度確認しておきますか。石炭とかも入れてるもんね。で、まあ、ちょっと時間がかかるのがやっぱり原子力は時間がかかってくるんで、これらが建設が完了するまではこの現状のマイナス554メガダラっていう巨額の電力貿易損失は消えないってことになっちゃいますね。人工衛星が打ち上げ可能か。いや全然発射しようよ。発射しよう、人工衛星を発射だ。人工衛星の発射はここの情報省の衛星適用範囲かな。コミュニケーション衛星はすでに発射したのでもう一機打ち上げる。で偵察衛星は今打ち上げ中だよね。いや本当に韓国軍の金が尽きるんじゃないかなと思うんですよね。兵器を作るにもお金かかりますからね、莫大な費用が。その金が持たなくなるんじゃないかなって心配をしてるんですけど。では来るべき戦いに備えて、引き続き我々としては、お人工衛星確認した？いやー人工衛星の打ち上げに成功しましたね。軌道上に1います。日本の衛星ですからね。何をしようとしていたかというと、大陸の方に軍を海上輸送でガリガリ上げていきましょう。どことも戦争するつもりはもちろんないんですけど、今はあるとしたら、まあ、韓国がへばってきたときに韓国との同盟を破棄して一気にねソウルを狙うっていうのはありかなと思うんですけど、まあ、でもやっぱり韓国軍ねこうやって見ると展開している数多いですからね。だから軍の規模としては日本のそれをはるかにしのぐ数持ってるのかなっていう感じはしますけど、まあこのスプリムルーラーがねその軍の質量どっちが大事かっていうのがちょっとまだ見極めができていないんですけど、ハーツオブアイアンだとねちょっと中国プレイ見ていただいた方もしかしたら中にいらっしゃるかもしれないんですけど、もうとにかく戦略としては数で押すという戦略を取ったんですが、結果日本軍の精鋭部隊の前に敗北を喫してしまいましたからね。そういった経験を踏まえるとハーツオブアイアンに関してはやっぱりしっかりとした部隊の質と、あとは要塞を築いてねきっちりその要塞で敵を守る、要塞に守られた中で戦うっていうような、ことをしっかりやっていかないと、敵の精鋭部隊特に日本軍のようなところと戦う時には厳しいというのがね
よくわかりましたけど、このスプリームルーラーの場合だとどうなのかなっていうのはちょっとまだわからないんですが、北朝鮮を攻めるときはもうある程度数で押したっていうのもあるんですけど、そもそも北朝鮮のその装備というか軍の規模というか質というか、それと日本のそれを比べた場合、多分日本の方がもともと優秀だったと思うんで、質量ともに圧倒した形で平壌を、ね、制圧したんですが、これが相手が中国、ロシア、韓国ってなってくるとまた話変わってきますよね。しかも今平壌日本軍が抑えてますけど、ここが一番最初の標的になると思うと、ここを守りきれるのかちょっとね疑問ですね。お、穀物の方がマイナス20になっちゃうのか。もうちょっとしっかり作っていってるはずなんですが、まだまだ追いついてないかな。で、水もね作ってるんでいいんですが、石油がマイナス1053、これはしょうがないかな。電力だね、問題は電力。この電力の500っていうのが結構ボディーブローのように効いてくるな。で、産業物資もね同じぐらい作れるようになってくればいいんですが、今だとプラス500なので、この電力のマイナス分を産業物資の500で相殺しているって感じかな。で、研究の方はね、以前やっていた若返り薬はもうちょっと実用的なところで変えたというのはありますけど、それ以外はねほとんど変えてません、前回のプレイで。外交の申し出、この国旗はバハマか。正式同盟、バハマと正式同盟を結ぶ意味があるのかちょっとわからないけど、どうだろう、バハマがどっかと戦争するときに巻き込まれなきゃいいなぐらいかな。あとは、見ておかなきゃいけないのが、アジアでいうところのロシアですよね。ロシア、ロシアの GDP、 国庫はでもひどいものがあるな。ロシアはやっぱりもう今大国と呼べるのは中国がナンバーワンですね。桁が違うからな、財政の潤い方が。アメリカの方を見ておくと、アメリカもね日本と大して変わらないような状態ですからね。定期的に紹介活動をし始めるのがやっぱり戦時中のゆえんなのかな。他がね、外交の申し出、これはいや、ここもどうなの、正直言って。まあでも正式同盟、同盟国が大いに越したことはないよな。同盟は受け入れましょう、基本原則同盟は受け入れる、そういう原則でいきましょう。じわりじわりとまたお金が増えてきましたけど、電力貿易はさておいてだ。穀物がマイナス35、水がマイナス27、これもね1年通して考えるとバカにならないからな。今立ててはいるものの追いついてない感じかな。石炭もね、もうこれ以上どうにもならない状態になっちゃったからな。今稼働中の13施設があって3つ建設中で、これでもう国内石炭
取れるところはなくなりましたと、出尽くしましたっていうところですね。で、鉱石はまだまだいけるでしょうと。で、ウランももう終わっちゃってるんで、もう輸入に頼るしかないんですよね。電力だな、電力。電力をなんとかしていきたいところですね。で、部隊はというと、続々と日本軍としてはこれくらいの規模が展開中ではあるので、まあ、それなりにね、いざ戦争になった時に即応戦力としてはこんだけいます。陸海空合わせで。余計な命令出しちゃいましたね。海上輸送で国内にいる部隊は平壌に集結です。消費物資の輸出量がまた2000の大台に乗ろうかなーっていうところまで来ましたね。ただ石油も1000の大台をキープ。中国、ロシア両大国相手に韓国は一歩も引けを取らないというか、下がらないというか、むしろ多少侵食しているかなっていう感じですもんね。
これは強いよな韓国軍は。なんで今この韓国軍が出払ってる隙にソウルを攻めるかっていうとね、結構ガチガチに守られてるんで、逆にやられちゃうんじゃないかなっていう気すらしますからね。生産するにしてもな、まあ、いくつか生産だけはでもしておく。そうするとあらゆるものを、ただね、せっかく財政が健全化されてるこの状態で変にまたお金を使っていくのもきついからな。特にこの多目的戦闘機とかね、めちゃくちゃ金かかるんですよね。1機作るのに558メガですからね。ヒューガで572なんだ。いやこれ F2A、まあ、つまり戦闘機1機と空母1機が同じ値段っていうのもちょっとバランス的にどうなのかなって気がしますけど。でミサイルは連続生産してるので、まあこのまま連続生産を続けておきましょう。いざ戦争になったらミサイルいくらあっても足りませんからね。ここはまあ軍事設計書、クズみたいな金ですけど、国連に対してはいい顔をしておきましょう。でここにいる巡視船くんたちは何がしたいんだ。そんなところにいると燃料切れを起こしてひどい目に遭いますよっていうのをちょっと教えておいてあげないとな、巡視船くんたちには。帰れなくなりますからね。まあ、しばらくはこの現状維持でなんとか国庫を潤わせていきたいんだけど、国庫を潤わせていくにもなんかね、ちょっとドカドカドカっとお金が入ってくるような作戦を練らないとちょっときついよな。やっぱ伸ばしやすいのが産業物資なんですよね今だと。なので産業物資の工場大中小それぞれ増やしておきましょう。軍事工場も1個ずつ増やしておきます。中大もうどうしようもならないのがこの石油の線マイナス線、多分もっと膨らんでくると思うんですが、これはもうどうしようもないと。で穀物水は今新しく施設を作っているので、これでおそらくプラマイゼロまでは持っていけると思うんですね。で石炭もプラマイゼロ、あるいはちょっと今後の石炭の発電所の稼働状況によってはマイナスが少し膨らんでくるかなっていうのを考えると、マイナスをこれ以上減らすっていうのはなかなか難しいので、プラスの部分を伸ばしていく以外に、この日本が財政的な基盤を強化する術がないので、消費物資、産業物資、軍需物資それぞれで2000円ぐらいずつ稼げるように、まずはね国内の生産を強化していきましょう。なのでここはもう 200% ずつフルスロットルで生産をしていってもらいましょう。これに伴って石油がどうなるかっていうのは見極めて、
明らかに厳しくなってくるようであればこれをまた戻していきましょうか。これででもいきなり消費物資の貿易が3000まで跳ね上がりましたね。でこの時の石油がこっちもマイナス1100になりましたか。で GDP も3万3000まで来ましたね。なのでもう 200% 昼夜を問わず工場はフル稼働。これでどうだろう。産業物資の工場がね、今建てているのが全部立ち終わってどうかっていうところかな。はい、というわけでね、ちょっとなかなか動きがない、退屈をさせてしまっているかもしれない内政のところなんですが、とりあえずね、増産の大増産と言ってもいいのかな、大増産の姿勢を変えずにやっていきましょう。石油がマイナス1385になってる。いやーきついね。で消費物資が1897までちょっと下がると、まあ石油電力この辺りかな。電力がねもうちょっと稼働してくれると嬉しいかなっていうところではあるんですけどね。どうしてもねその発電量を考えると石油もしくは原子炉になっちゃうんですけどね。はい、ではちょっとね時間も30分、そろそろ経つかなという頃合いになりましたので、今回は一旦ここで終わりにさせていただいて、次回この続きまたプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのアドバイス等といただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。